はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。ということで、最初からエッティな4人と共に失礼いたしますね。もう見てこれやばくない？はい、ということで、現在ですね、好評開催中の半透明の戦友について今回ね、お話ししようかなと、まあ、語ろうかなと思っているんですけれども、皆さんもうね、8月7日からこの試練がね実装されたんですけれども、皆様はね、お迎え、されましたでしょうか。全員もコンプしたぜっていう方もいらっしゃいますでしょうし、推しだけ確実にゲットしたよっていう方もいらっしゃいますし、おそらく、まあ、私と同じように、すり抜けましたっていう人もねいるかもしれないんですけれども、今回ですね、まあ、私まだね、ちょっとガチャ途中というか、まあ、1回すり抜けたから頑張って、なんとか1人でもお迎えするべく今ちょっと頑張ってるところではあるんですけれども、未だちょっとお迎えできてません、いずれのカードも。ただやっぱり語りたいじゃないですか。だからちょっとね、公式様の、画像等々、動画等々を、見ながら、誰が一番セクシーなのか、はたまた、そして、ちょっと今興奮してるんですけれども皆様がね、一番セクシーだなって思う方も、まあよかったら、ね、コメント欄で、教えていただければなと思います。いろいろ見ながらね、私、結局誰をお迎えしたらいいのか、どうしたらいいのかっていうのもね見ていきたいかなと思っております。イベントも、まあ、ガチャのね、はい、締め切りももう少し、まあ、期間はありますので、はい、この動画をね見て、やっぱりこの子迎えてえなっていう方もね、もしいらっしゃいましたら、絶賛願う開催中ですので一緒にね、やっていけたらなと思っております。まずはですね、せいやから、一応こう試練に関する、まあ、画像を見ながらですね、ちょっと語っていきたいかなと思っております、ね、ちょっとやばすぎないじゃこれはエッティがすぎるぞ。ちょっと待って今ですね、私せいや、なんだっけ、確定一人選べるじゃないですか。あれをね、せいやにしているんですけども、だってこの目見て、これはさ、絶対お迎えするしかないじゃん。どこ触ってんだおめえって思ってどんな状況なのって思って、ちょっとね、私今確定の思念はこの子にねしているんですけども、ちょっとこうセリフ見て、まずさ、このセリフを見てほしいんだよな。はい、五感のテストはまだ終わってない、次は味覚だって、ね、味覚だって、ってかその前の五感は何なのって言って、これ食感なの、食感なのあー、本当にせいやマジでこういうとこなの、本当に好き。ね、ピュアピュア、いつもピュアピュアな感じ、ちょっとね抜けてるところもありつつ、ピュアなねせいやなんですけれども、やるときはやる男なんですよ、せいやって。そういうこと子なんですよ見てこの左のさ、なんかやるぞって、こうなんかすごい、戦うっていう感じの表情、最高ですよね。これ、もうちょっとどうしたらいいの？本当にせいや好き、もこういうね、緩急があるのが好きなんですよ。はい、ほんで次、レイ先生なんですけど、見て、これ、やばいですけど。セリフが秀逸。この状態で仕事ができると思うか？仕事も、他のこともダメだろ。他のことはいいよ無事の他のことされ待ちなんですけど、し待ちなんですけどっていう。これはやばいでしょ。レイ先生って、この前のガツキッスイベントもそうだったんですけれども、レイ先生って爆発的にエッティな時ありますよね。これなんか、後からね、動画も見るんですけれども、なんか、ヒゲ剃りしてるんですよね。レイさん、ちょ、見えるかな？下の方にね、ヒゲ剃りしている、ワイハンターが、雪だるまつがいるんですけれども、その後に何してくれてんのこれ。上のやつ。なぜヒゲ剃りからそんな花、そんなことになるのっていう。いうね、なんかほんとマジで話を見てないから、一体どんな展開でこういうこと、これがこれこうなってるのかっていうのは分からないんですけど、とにかくね、レイ先生がエッティです。はい、で次にホームラなんですけれども、ホームラってね、やっぱりね、顔をあからめ、頬をあからめてる時多いですよ。すっごい好き。しかもセリフがすごくポエマー僕と一緒に同じ海に溺れてもらい、溺れてもらおうこれは
たまらないですね。いや、この前のギャツキSイベント、花の名のもとにでしたかね、の新年のあのストーリーが割とピュアピュアだったんですけれども、これちょっと待って、すごいエッティそうじゃない？この真ん中のさ、真ん中の画像すごくエッティそうじゃない？ちょっといろんなホムラ見せてくれてる。もうどうしたらいいの本当に。あと鎖骨がすごく綺麗さすがですね、さすがホムラ。やっぱね、私のあの元祖推し、元祖推しっていうか、まあ今も推しなんですけども、違うね、やっぱり、やっぱ推すわ。そしてシン一番もうね、実装直後から一番露出がえぐいシンがすごいすごいですね。シン本当にね、かっさらっていくよね、私の推し心をさ。これこの程度のことに俺が耐えられないと思うけど、何を耐えてるの、あなたは。あなたは一体さ、雪だるまつの何に耐えてるのもうこれ絶対あれですよね、お風呂系のあのイベントですよね。私まずほら、あのお迎えしてないから、なんか何が何やらっていう感じなんですけど、これね、泡がついているっていうことはちょっとなお風呂チックな、感じですよね。これ何に耐えてるので、何洗ってるのこれ、もしかしてちょっと待って、ほんとシーンも欲しくなっちゃう。もうちょっと、くやっぱね、私、もともと白髪に、やっぱり何回も言うけれども、白髪、銀髪に赤目がいっちゃん好きなの。ああ、どうしよう。欲しくなっちゃう。シーンの試練が欲しくなっちゃう。まあ、とりあえずね、あの画像だけじゃどうにもこうにもいかんから、一応ですね、公式で、もう公開されていた、動画も見ながら、お伝えしようかなと思っております。いや、もうこの時点でドキドキ感がどうソファー映すんじゃねえやあー、これもうまず BGM かかる。あーその感じ方は浅はかすぎ。これは雪だるまつ何をしてるの。あー、冷静冷静、俺にしてほしいことは。あー、冷えそりしてる。うわー、なんかなすがまま、されるがまま。あ、うわー、せいや、あら、大人ですね。せいやは大人だ。うこれはやばい。あ、しん大丈夫、下入ってる、大丈夫。これはちょっとやばい、センシティブがすぎますぞ。あー、雪だるまつ何してるの。友だ、俺にまだ弱すぎる。あー、せいや何してるの、マジでマジで男、せいや男、男他のことも。いや、レン先生もやばくない。そう、ホームランもね、フォルコムラ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 、これはやばいんだ、これ赤いんだよね。はい、ということで半透明の声優、はい、現在8月7日から、はい、現在月齢3開催中ですはい、こちら、レン先生は長き日の痕跡っていう、思念の、あー、素晴らしい、わー、ひげ剃りタイムはい、こちらの思念でした。あー、なんかドキドキした、うわー、すごくドキドキした。はい、シーンですね、シーンは失われし、オアシス、どこかな、オアシスどこかなってね、探しちゃうぞってこれは素晴らしい、本当に最高すぎるよな、マジでよく近く目出すねシーン、あ、はい、こちらホムラは溺れるままに、あー、溺れてほしい、あ、一緒に溺れてほしい、あ、どうした、あ、なんか、あ、積極的ですね。ホムラの時はね、ハンターが積極的なんですよね。雪だるまつがさ、ほら見て、あ、はい、せいやです。せいやはですね、惑わす暗室、いや、これね、やっぱり欲しいんだよな、せいや。ねえ、せいや、なんでカメラ目線するの、せいや。今の強さじゃわからない。いやー、汗かいたね、はい、ということで、あの動画もね、見ていただいたんですけれども、今のでね、皆様どのキャラが、誰が一番セクシーだったと思います。いや、私も決めかねる、全員がやばいんですけれどもね、やっぱね、今の時点ではあの聖夜の緩急がやばいんですよね。こんな感じの、いつものね、やっぱりピュアピュアな聖夜には、あのなんだろう、こう思っても見ないこのエッティさがやばくって、な、今の強さって何の強さを確かめてるのって、五感を確かめてる、味覚はどうやって確かめるのってねということで、聖夜をね、今ちょっと推しに推している私なんですけれども、皆様はいかがでしょうか。よかったらね、俺はこいつのこのシーンが一番セクシーだと思っているんだとか
この子推しているんですけれどもどうですかっていうね、もしご意見がありましたらコメントでももろもろ受け付けておりますのでよかったらよろしくお願いいたします。そして、まだですね、こちら、願うまガチャですね、ガチャの期間が、数日ございますので、あー欲しくなっちゃったっていう方は、ぜひ私と一緒に最終日まで、願うですね、はい、してゲットして、見るのもいいんじゃないでしょうか。一緒に頑張りましょうはい、ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。うっぽまつです。